初めての？うん、ずっと来たいなって思ってたんだけど、なかなかチャンスがなかったんだよ。そうやったんやね。ここは見ての通りすっごく広いから、一回では回りきれないくらいなんや。え？今日一日では回りきれないってこと？こんな時間からなら目的の売り場とちょっと覗くくらいしかできないわよ。へえ、そんなに広いんだね。あれ、小鳥ちゃんもここに来るの初めて？うん、おまかちゃんと同じ、初めてだよ。そうだったんだ。初めてってワクワクするよね。うんうん、どのお店も可愛くて目移りしちゃう。リンと花代も離れずついてくるのよ。あ、あそこの服かよちに似合いそうにゃ。待って、リンちゃん、はぐれちゃうよ。引率するのは大変そうやね、エリチ。ええ、はぐれなきゃいいんだけど。とりあえずレイングッズ売り場に向かえばいいの？うん、多分それでいいと思うよ。マキちゃんは何回か来たことあるの？ええ、ママの買い物の付き添いでね。うわー、外国のお菓子だって。詰め放題なの？ねえ、ピンクのグミ売ってる。あ、あそこのお店もかわいい。モノカ、はしゃぎすぎです。だってどのお店も可愛いし、美味しそうだし、気になっちゃうんだもん。見て見て、かよちん、これは超高級炊飯器。かまどで炊くご飯を完全再現したという幻の。ああ、もうみんな自由すぎます。みんなちゃんと集まって。あ、エリちゃん、今日の目的は傘と長靴でしょ。まずはそれを見に行きましょう。はいにゃ。これ全部レイングッズ？すごい、いっぱい。この中で一番アイドルらしい傘と長靴を探し出すのよ。アイドルらしい傘と長靴、難しそう。直感で選ぶ方がいいと思うにゃ。直感ですか？そこは慎重になった方が。こんなにいっぱいあると悩んじゃうね。だねー。あ、この傘猫耳がついてる、かわいい。お揃いにするんでしょ。変な柄とかやめてよね。確かに変な柄は困るわね。でもライブで使うなら派手な方がいいと思うし、うちは思いっきり奇抜な傘でもいいと思うけど。奇抜って、望みはそれでいいかもしれないけど私は嫌よ。あ、この傘はどうでしょう。この色、シンプルで可愛いし普段使いならいいけど、ライブで使うにはちょっとおとなしい感じかな。そうよ、地味すぎよ。しかしカラフルで派手な傘は。刺すの恥ずかしい？ライブの時だけ刺せばいいし、そこは割り切ればいいんやない？そうですね、ライブだけと割り切れば。あ、これかわいいんだ。色違いもたくさんあるよ。どれどれ、大銀河宇宙ナンバーワンアイドル矢沢ニコが試してあげるわ。わー、ニコちゃん似合う。うん、アイドルっぽいしライブにもぴったり。いいやん。この子はどう思う？うん、すごくいいと思う。ライブだけならさせると思います。決定ね。長靴もお揃いの買えたし、可愛い衣装考えなくっちゃ。曲も衣装にぴったりなのを考えなくちゃかな。ということは歌詞もですね。買い物した時にもらった福引き券、これも後でちゃんと引きに行かないと。みんな引けるにゃ？まさか一回だけよ。一回だけ？じゃあ誰が引くかが問題にゃ。私じゃ文句あるわけ？目的のものは買えたし、この後どうしましょうか。まだ解散するには早いし、みんなでお茶とかはどう？ここのショッピングモール、おしゃれなカフェが何軒か入ってるんだ。リンはケーキ食べたいにゃ。
にぎりもあるでしょうか。カフェにおにぎりはないんやないかな。残念です。あれ、何かを忘れているような気が。え、そういえばほのかは？いません。いつからいないの？まさか迷子なんて言うんじゃないでしょうね。そのまさかな気が。ほのかちゃんらしいといえばらしいけど、手分けして探しましょう。